スタートライン上では現在もまだわずかに追い風となっています水面状況です。予選最終日4日目の G1 徳山クラウン争奪戦、水面上は予選の第4レースを迎えました。バックテレッチ側の6艇コース争い動きはありません。内枠の2人は今日2走後半控えて勝負角です。共に連勝ならば6点超えます。1番の枝尾、2番の中田、1コース1番の枝尾勝、シリーズ初の陰線です。ここ2日間スタートはだいぶ決まっています。そして2コースが2番の中田源太、昨日に続いての2コースになりました。昨日はこの2コーススタートが届きませんでした。そして3コースには3番の安河内翔、得点率は 7.50 で今日後半控えます。4コース角1、4番の足立幸は今日ここ1回乗り、 6.80 のポイント大敗なければ順位見えてきます。5コース5番の辻江蔵は6点ちょうどのポイント、今日後半控えて勝負がけ。6コースに6番の森谷美穂は1着取っても 5.40 という状況です。スタートまで10秒を切りました。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コースから1番の枝尾コースタートを出し勢、4コース、5コースの2人もまずまず目立っていますが、ここは1番の枝尾が逃げる展開、まくってく3番安河内届かず、ちょっと後ろの方もつれましたが、2番タラスに真ん中張ってきた5番の辻が上がってきました。スタートは前提正常でした。逃げて1番の枝尾先頭、早くもリードは広がって、2番タラスには内から4番足立やってきた2枠、5番の辻の外からは3番安河内ですが届きません。ここで2番手5番の辻が一気にリードを広げます。3番手は3番の安河内、レースは2周目に移りました。その後ろは3点身と差があります。4番の足立と内から2番の中田が追う展開です。2周の1枠、さあ内側から競りかける2人ですが、ここは外を回って3番手3番の安河内が抜け出しています。上位3艇は1番、5番、3番です。3、4番艇差は4艇身ほどで、4番手らしい続きます。2番の中田と4番の足立、最後方に6番の森谷がついそうです。2周2枠の旋回、先頭が1番の枝尾、2番手追走に5番の辻、3番手は3番の安河内、依然抜け出しています。4番手の競り合いから抜け出した6、2番の中田ですが、3、4番手差は5艇身ほどまで広がってきています。最終周回の1幕、先頭で1番の枝尾が旋回、ここはスタートから負けませんでした。ちょっと2番手バランス崩した5番の辻ですが守ります。2番手5番の辻、4点審査、3番手3番安河内です。2連単は1番5番の組み合わせが 10.6 倍ノッツ、3連単は1番5番3番の組み合わせ 26.2 倍ノッツ、最後のホームストレッチに確定が移ります。先頭1番枝尾合輪、5番辻井合輪、3番安河内合輪、2番中田合輪、4番足立合輪、6番森谷合輪、